サークルヒプノシスソフトのゲーム詰め合わせの紹介をさせていただきます。 Windows 10とセブン用のゲームです。スペックは Core i5、 メモリ 8GB 以上のパソコンなら動きます。普通のノートパソコンでも動きます。10年前のパソコンでも動きます。パソコンのキーボードかパソコン用ゲームコントローラーや XBOX コントローラーで操作できます。東方エンモーション、アクション要素のないターン制のシミュレーション RPG です。戦闘が終わると経験値が入り、レベルアップするとステータスが上がります。戦闘開始時に戦闘に出すキャラクターを選べます。お金が貯まるとマリサ、ネーム、パチュリ、サクヤ、ニトリ、ヨウム、ユカリから選べます。戦闘、探索パート、戦闘を繰り返すゲームシステムになっています。東方ヨーヨー機関、こちらはダークソウルのような 3D 探索アクションゲームです。バトルシステムはロックオンシステム搭載で、簡単に敵を切ることができます。できるアクションは豊富です。3連攻撃、ガード、ダッシュ、回避、ジャンプなど、何をやってもスタミナを消耗して何もできない状態になるので、スタミナ管理が重要なゲームです。スタミナ切れで敵の攻撃を避けることができない場合はガードしてください。回避やダッシュで敵の攻撃を避けることができたらチャンスです。3連攻撃をお見舞いしてあげましょう。スタミナシステムがあるので連続攻撃や連続回避はできません。スタミナ管理が重要なゲームです。ゲームの総プレイボリュームは20時間、7本セットで1000円です。他にも5本のゲームが入っています。通販、ネットでの販売予定はないです。コミケのみとなります。ぜひ当サークル配置西地区木 38A にお立ち寄りください。
We'll be right back.
What?